カリフォルニアクロームは、アメリカ合衆国の競争場。2014年、2016年のエクリプス賞、全米年度代表場、全米3歳チャンピオン。主な勝ち倉は2014年のケンタッキーダービー、プリークネスステークス、サンターニタダービー、ハリウッドダービー、2016年のドバイワールドカップ、パシフィッククラシックステークス、オーサムアゲーンステークス。2011年2月に、 カリフォルニア州で生まれる。ペリー・マーティン氏とスティーブ・コバーン氏の共同生産馬。なお、コバーン氏は所持していた同馬の所有権30%を2015年後半にテイラー・メイド・ファームに売却したため、馬種名はカリフォルニア・クローム、LLC 名義に変更になった。アメリカのアート・シャーマン旧者に所属、また、クルーミーと呼ばれる熱狂的なファンがいる。2013年4月にデビュー。 当初は、勝ったり負けたりが続いたが6戦目で出遅れて、敗退したところで猛烈なゲート訓練を実施。ゲート難を克服し、ジョッキーもベテランのエスピノーザに乗り換わったところ、圧倒的な内容で4連勝し、大本命として迎えた、ケンタッキーダービーを解消した。カリフォルニアサンバとしては、1962年のディスディドリー以来のケンタッキーダービー制覇であった。その後、 プリークネスステークスも制してカリフォルニア桟橋上初の2冠を達成したが3冠制覇を目指したベルモントステークスでは4着に終わった。ゲートが開いた直後外枠の馬にひずめの付け根を蹴られて負傷したのも敗因の一つとして挙げられている。ひずめの回復後2戦目の BC クラシックは勝馬から首差の3着に敗退。 しかし11月のハリウッドダービーでは見事勝ち切った。2014年にダートと芝の G1 を勝ったのは同馬だけであり、ケンタッキーダービー勝ち馬が同年に芝の G1 を勝ったのはあのセクレタリアと以来で史上2投目になる。これにより後半はやや失速したものの見事、エクリプス賞で全米年度代表馬と全米3歳ボバチャンピオンを獲得する。 2015年は復帰戦の G2 を2着した後、ドバイワールドカップに遠征して2着。その後ロイヤルアスコット開催のプリンスオブウェールズステークスを目指すが、レース前日に歪めから熱が出たため回避、6月に帰国後、アーリントンミリオンステークスを目指すも、X 線検査で方骨に損傷が見られたため結局、この年は全球になってしまった。そのため、 暗状が同じエスピノーザである、同年の米国三冠馬アメリカンファラオとは、同馬が年内で引退したこともあり対戦する、機会はなかった。2016年にドバイワールドカップを再度遠征して、優勝し、帰国後は連戦連勝を続けていたが、ブリーダーズカップクラシックでは、3番手以下を10馬身近く、引き離したデッドヒートの末、アロゲートに半馬身差破れた。 その後12月のウィンターチャレンジステークスに出走。集団の外を追走すると3から4コーナーでめくって、直線でも持ったままで後続を突き放して12場審査の楽勝となった。年が明け、引退レースとなった2017年1月28日のペガサスワールドカップに出走するも9着に敗れた。引退後はテーラーメイドファームで種ボバ入りし、 アメリカでの種付けシーズン終了後には、チリで、シャトル強要されることも発表された。2019年11月19日、株式会社 JS より2020年シーズンより、北海道新日高町のアロースタットにて、つなぎをされることが発表された。父ラッキープルピットは、現役時代22戦3勝。重賞価値は、なしで、サンタカタリナ S での2着が最高。 G1 はサンターニタダー B で7着に入ったのが唯一の出走。カリフォルニアクローム以外にはこれといった活躍場はいないがカリフォルニアクロームの活躍でカリフォルニア州のリーディングサイアーに3度なっている。母ラブザ・チェイスは現役時代6戦1勝。メス系の近親に特に活躍場はなし。ボフノット・フォーラブは前夜2にリズムがおり、 現役時代29戦6勝。重症価値はなし。種ボバとして数頭の重症価値馬を出しているが、G1 価値馬はなし。ボフとしては、カリフォルニアクローム以外に2013年の、プリンセスルーニーハンデキャップを制した、スターシップトリュフズを出している。ありがとうございます。